レーニナトルストイ前回の「続きからです」子供らがろくな教育も受けず貧しいままに不幸なものとして成長してゆくだけのことなんだ。現に今だって、 もし、両ょの家でこの夏を過ごさなかったら、私たちはどんなにして、暮らしをつけたか分かりはしない。もちろん言うまでもなく、こスちゃもきちイも気の優しい人だから、そんなことは気のつかぬようにしてくれるけれども、これは長いこと続くはずがない。あの夫婦も子供が後から後から生まれるようになったら、 私たちを助けてくれるわけにはいかない今だってあの二人は窮屈な思いをしているんだものお父様などご自分にはほとんど何一つお残しにはならなかったんだからどうして頼みになるだろうしてみると私一人じゃ子供たちを一人前にすることはできっこないまあ自分を卑下して 人の力を借りりるより仕方がない。まあ仮に一番運のいい場合を想像してみてももう子供たちが死なないで私があれたちをどうにかこうにか育てあげるというくらいなものだわ一番うまくいった場合はあれたちがどうやら役座者にならずに済むということだろう私の望むことができるのはまあそれが精一杯だ たったそれだけのことにどれだけ苦しんだりもがいたりしなければならないやら一生は台無しだ彼女はまたもやあの若嫁の言ったことを思い出したすると今度も思い出すさえ胸が悪かったがしかしその言葉のうちにはそやなものとは言いながら幾分の真理が含まれていることを認めないわけにいかなかった どうまだ遠いかしらミハイラ我ながら空恐ろしくなるような想念から気を紛らすためにドリーは帳場の者にこう問いかけたこの村から7キロっちゅうことでございます馬車は村の通りに沿って小さな橋に差し掛かったその橋の上を国足を背負った百姓女の一群れが 大きな声でにぎやかにしゃべり合いながら通っていた女たちは物珍しそうに馬車を振り返りながら橋の上に歩みを止めたドリーの目には自分の方へ向けられた顔がどれもこれも健康そうでさも楽しげて性の喜びに満ちているように思われそれが彼女をからかうような気がした みんな生きているんんだ。みんな生活を楽しんでいるんだ女たちのそばを通り抜けて坂道へ差し掛かった時古馬車の柔らかいパネに快く身を揺さぶられながらドリーは物思いを続けたところが私はまるで牢から出されたようにいろんな面倒や心配で。 私の命を取る世界から逃れて今ほんのひととき人心地がついているありさまだみんな生活しているあの女房たちも妹のナタリーもワーレンカもこれから訪ねていこうとしているアンナもただ私だけがそうでないんだみんなはアンナを攻撃しているけど一体何のためだろう 一体私の方が真下とでも言うのかしら私には少なくとも自分の愛している夫がある最も私の望んでいるような愛し方じゃないけれどとにかく愛しているところがアンナは自分の夫を愛していた一体あの人のどこが悪いんだろうあの人は生活したいんだ神様が私たちの魂に そういう欲望を植え付けてくださったんだもの。私だってあれと同じことをしたかもしれない。それは大いにありそうなことだ。私は未だにわからない。あの恐ろしい時、あの人がモスクワの家へ訪ねてきた時、あの人の言うことを聞いたのは一体よかったのかどうか。あの時私は夫を捨てて、 新しい生活を始めなくちゃならなかったんだわ。そうしたら本当に愛し愛されることもできただろうに。一体今の方がいいとでも言うのかしら。私はスチーバーを尊敬していないけれど、あの人は私に必要なものだから。と彼女は夫のことを考え続けるのであった。それで辛抱しているだけだわ。 一体そのの方がいいとでも言うのかしら。あの自分なら私も人に好かれたかもしれない私には若い頃の器量がまだ残っていたものとドリーは考え続けているうちにちょっと鏡が覗いてみたくなった彼女はハンドバッグの中に旅行用の小鏡を用意していたのでそれを出してみたい気になったが魚車の背中と ゆゆらゆら揺れている帳場の男の背中を見るともしどちらかが振り向いたら決まりの悪い思いをするだろうと感じてとうとう鏡を出さなかったしかし鏡を見なかったけれど今だってまだ遅くないと考えた彼女は自分に対して格別愛想のいい小潤シェフや小高熱の時一緒に子供の看病をして 彼女に惚れ込んでいたスチーバの友人トロツヴィンのことなどを思い浮かべたそれからもう一人夫が冗談半分に言ったところによれば彼女のことを姉妹中で一番の美人と思っているまだ随分若い青年がいたすると思い切って情熱的なほとんどありえないような恋物語がドリーの想像に浮かんできた あんなのしたここととは立派なことだわ。私もどうしたってあの人を非難なんかしやしないあの人は自分も幸福なら相手の人をも幸福にしてしかも私みたいにイジイジしてやしないきっといつものようにみずみずとして聡明で何に対してもあけっぱなしの態度をとっていることだろうドリーは考え続けた と何かずるそうな笑いがその唇をしわめたそれは特にアンナのロマンスを考えているうちにドリーはそれと並行して自分に恋している想像上の集合名詞的性質を帯びた男性と自分とのほとんど同じようなロマンスを思い描いたからである彼女もやはりアンナと同様に何もかも夫に 告白してしてまったのであるするとそれを聞いた時のフチーバの驚きと狼狽ぶりが彼女に薄笑いを浮かべさせたのであるこういった空想のうちに大街道からボズドビージャンスコエ村へ向かう曲がり角に近づいた。